今回の企画展を担当しました学芸員の熊谷と申します。よろしくお願いします。3.11、2011年の3月11日から、10年を迎えようとしている今年ですね、盛岡歴史文化館として何かできないか、何かやるべきではないかという考えの思いのもとで、今回の展示を企画を始めました。東日本大震災の時以来ですね、もうそれ以降も日本全国で本当にたくさんの悲惨な災害が日本全国を襲いましたけれども、その度にやはり言われているのが、この災害の記憶を風化させてはいけないという、教訓だったかと思います。で、その最近起こった災害についてはさまざまな写真ですとか映像とかで、それをたどることができて、その災害の記憶を風化させないことというのはしやすいんですけれども、肌と、立ち止まってみると、それではその写真とか映像とかがない、時代はどうだったのかと考えたときに、当館では江戸時代の資料を中心に扱っておりまして、特に盛岡藩ですね、南部家が治めた盛岡藩に関する災害というものを今回取り上げることによって、おそらく多くの人があまりこう知らないであろう江戸時代の盛岡藩における災害を皆さんにご紹介しようと思って、今回の企画を考えました。こちらで最初に取り上げているのが、まさしく江戸時代の中でいうと一番初めに盛岡藩領に影響を与えた地震である慶長16年の地震の資料ということになります。ただここで取り上げているものが、一つが駿府政治録、こちらは盛岡藩の資料というわけではなくて、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、駿府にいた徳川家康ですねに関わる記録になります。ただその中に、伊達政宗が送った、報告が残されてまして、その中で、いわゆる三陸沿岸の地震であろうと思われる記事が掲載されております。さまざまなことが書かれてるんですけれども、その伊達政宗の報告書の中に、歴史者が5000人ということから、この地震によって津波が起こり、そして、歴史者が5000人も発生したということが、記録されております。ちなみに、いわゆる津波という単語ですね、ワードが初めて使われたのもこの資料、あるいはこの時のことではないかと言われているように、津波という単語の、きっかけとなった資料とも言います。でこの資料を、引用する形で、文老遺事という、こちらは盛岡藩の歴史書になるんですけれども、まさにこの駿府政治録を、引用しながら、ここではその部分でいうと、南部津軽津波男女、歴史3004人ということで、つまり伊達領だけではなくて、南部そして津軽ですね、青森の方まで含めると3000人さらに、歴史されていたということで、いわゆる、3.11 と同様にですね、沿岸を津波が襲うことによってたくさんの被害が出た事例ということになるかと思います。続いてこちらにとても分厚い資料と色鮮やかな絵図、そして壁一面に被害状況報告書と記されたパネルが貼られていますけれども、こちらは盛岡藩で起こった地震の被害状況について書かれているそうなんですが、熊谷さん、すいません、詳しくよろしくお願いいたします。先ほど挙げていただきました6回の記事、地震の記事のうちですね、実は最初に取り上げた慶長16年というのは盛岡藩そのものの記録というのは残っていませんでした。なので先ほどの2冊をご紹介したんですけれども、ここからはですね、盛岡藩の公的な記録である盛岡藩家老籍雑書をもとにご紹介しております。どうしても文字資料ですので、パッと見こうちょっととっつきづらかったりするんですけれども、やはりこう写真もない映像もない時代における災害、あるいは歴史を紐解くには、結局この資料をしっかりと読み込まなければいけない。で江戸時代の災害を知りたいと思うのであれば、この資料をしっかり理解してもらうしかないので、今回はそのことに、もう絞ってですね、展示という形でやらせていただきたいと思います。でここでこう分厚い資料が、合計ここだと4冊並んでおり
で、手前に鮮やかな絵図があるとおっしゃっていただきまして、先ほど最初の冒頭に背面に見えた盛岡藩領の国絵図なんかもなかなか見栄えがいいんですけれども、残念ながら今回はそちらが補足資料になります。今回の主要な資料というのがこのもう盛岡藩の家老石雑書ということになりますので、ちょっとこの家老石雑書について解説簡単にさせていただきますと、こちらは本当に盛岡藩が誇る、まあ、言ってしまえば盛岡が誇る貴重な資料になりまして、江戸時代の寛永年間から天保年間まで、まあ、詳しい方でしたらおおそんなにと思っていただけるぐらいだと思うんですけども、江戸時代、まあ、約200年近くの間の記録になります。で、書いた主体が盛岡藩の家老ということですので、まあ、全国の藩にもあるような政治の、まあ、陣頭指揮を取っていた家老職人ですね、この場合一人ではなくて、まあ、数人でこう交代でやっているものですけれども、その家老になるなっていた方々が、もう200年近くにわたってずっと書き続けていた盛岡藩の、まあ、記録、言ってしまえば政務日誌になるかと思います。ですので、まあ、個人的な日記に比べてかなり記録、まあ、事務的なといいますか、ある意味ではすごくこう端的なものではあるんですけれども、これをたどることによって盛岡藩の歴史が分かるということで、まあ、盛岡では大事にされているのはもちろんですけれども、岩手県の指定文化財にもなっております。まあ、岩手県の 大半を占める盛岡藩ですので、この資料を見れば岩手県のことも分かるということになりますね。で、まあ、その家老の日誌、家老的雑書の中に当然災害に関わることというのは、記録されていきます。で、今回ここで取り上げている地震、津波、当然基本となるのは地震になりますけれども、その記事をいろいろ探してみたところですね、まあ、細かく挙げればたくさんあります。本当に、地震がこう、少し揺れたとか、そういったこともちゃんと書かれています。で、この雑誌をよく見ていただくと分かるんですけれども、大抵、ルールがありまして、最初に日付ですね、3月十何日とかって書かれた後に、その後天気が書かれるんですけれども、地震があると大抵その後にですね、続けて、いついつ頃こう小さな揺れ合いとか、あるいは夜中にこれぐらいの地震が何度あった、そういった記録が残されているものになります。ですので、まあ、それらをたどっていくと本当に何十件とあるんですけれども、今回はその中でも被害が大きかったもの、もっと言えば被害状況が記されているもの、記録に残されているものというものを抽出した結果、まあ、先ほどの1個目のものを外せば5つということになるかと思います。で、そのうちで一番古い、最も古いものというのが、この最初に、ご紹介しています、延宝5年の地震ということになります。今回の展示の構成としては、この貴重な資料、冊子状のものなんですけれども、展示しているんですけれども、残念ながら見開き1枚分しか見れませんので、可能な限り本国文ですね、崩し字を今の文字に置き換えることによって、少しでも皆さんちょっと読んでいただけるような形で、展開しておりますけれども、さらに言うと、その本国文だけでもやっぱり読みづらい、漢文ですので、読もうと思うとなかなか難しいので、今回、さらに現代語訳として、被害状況報告書という形でまとめてみました。まあ、まとめ方もなんかちょっとこう堅苦しく見えるんですけども、まあ、家老の日誌ですので、業務日誌ですので、あえてこういう形にしてみたんですけれども、その中で、延宝5年の記録を見てみますと、まず3月12日にですね、まあ、まさにこう天気が書かれております。雨と。で、その後に、犬の下国地震、また根の国地震、花はだし。夜中24、5ほど間なく、地震ありというふうに記録されているところから、まあ、地震の、被害が読み取れるわけですけれども、このように、まあ、ある意味では端的に地震があったことが記されております。ただこの延宝5年の地震に関して言いますと、そこから、割ともう1ヶ月近くですね、このような地震があった、揺れがあったというのがずっと続くんですけれども、いわゆる盛岡城下で被害があったという情報は書かれておりません。で、まあ、そういうことを書かない記録なのかなと思いきや、今度3月の17以降ですかね、17日以降の記録を見てみますと、盛岡藩領ってかなり広いですね、まあ、この辺でもこう紹介してますけれども、かなり広いエリアの中で被害があった場所の代価
から報告が上がってきております。でそれを見るとやはりこの地震も大きな被害だったんだなということが、まあ、見て取れるんですけれども、今回こちら報告書を出しましたが、読んでいただければある程度見てイメージできるようには書いてみましたが、その中でも地名のところ少し赤くこう着色してますけれども、宮古ですとか桑ヶ崎、野田、田名部、祖恵、接待とかですね、いわゆる沿岸部の被害状況というのがもう盛岡城にどしどしとこう、報告が上がってきていた、まあ、そういうことが記録されています。あくまでも家老がその報告を受けたという記録になりますので、その詳細が書かれているんですけれども、これをこう見てみますと、その沿岸部 でしかも波にですね、津波によって船が流されてしまったですとか、家が流されてしまった、しかも何軒の家ですとか何艘の船とか、かなり細かい被害状況が報告されています。まあ、私こういうのを見ていて、まあ、最初思ったのは思いのほか細かいところまで報告を受けているんだなということが、まあ、感じられました。ただ一方でこれが全てだということも言えないんですけれども、傾向としてやはりこの沿岸部での被害を見てみますと、いわゆる海溝型の地震だと考えられております。でこの海溝型の地震というのを、まあ、私ちょっと不便あの苦手なところではあるんですけれども、大きく地震というのは、海の方で揺れる、プレートが重なり合っている海そのものが揺れる、海の方で揺れる海溝型の地震と、陸の方で揺れる陸域の浅い地震というのに分かれるそうなんですけれども、その中で今回のこの延宝5年もそうですし、先ほど見せました県庁16年もそうですし、今回取り上げた6つの地震のうち、おそらく5つは全て海溝型の地震ということが、記録の状況、記録された被害状況を見ると、見て取れます。つまり、2011年の東日本大震災と同様ということになりますね。やはりこの地域では海の方で揺れることによって、まずもちろん揺れの被害はありますけれども、そこの後に来る津波によってもう先ほど何千人単位が死んでますし、でこの辺見てももう人が死ぬだけではなくて、もうたくさんのものが流されてしまって生活がもう立ち行かなくなる、まさに2011年の頃をもう彷彿させるような被害状況があったということがわかります。はい、続いてちょっと紹介したいのは寛政5年、江戸時代ももう終わりの頃に近づいてますね、江戸時代後期に近づいている頃ですけども、この寛政5年に発生した地震についてちょっと紹介したいんですけれども、これ1月7日、寛政5年1793年の1月7日に起こった地震、正月早々本当大変だったんですけども、1月15日になるとまた各地から報告がどんどん上がってきておりまして、それが記録されていることによってこの地震が明らかになるわけですけれども、その中でも大槌大干渉ですね、かなり広いエリアを任されているんですけども、その大干から来た、報告書を見ますとですね、細かく、被害状況が書かれております。家屋が71軒流された、考察場ですね、いわゆる縦看板があるその考察場が流されたこと、あとは弁天堂、社ですね、そういうお堂なんかも流されたりみたいなことが細かくある中で、特徴的なのがこの大槌大干、最後にですね、大切なことを、記録しております。それがですね、いろいろこの難しく書いてあるんですけれども、簡単に言うと今回この地震によって私が任されている大槌大干では本当に困窮している人々がたくさんいると、でそれを助けることというのが大変難しいので、藩の方から何か支援をしてくれないかというような大官からの、要望が来たと。今で言うと、知事から、内閣への、要請みたいなものかもしれませんね。でその支援を受けてですね、当然盛岡藩家老なんかを中心として会議が行われて、最終的にはどうやらそれをやっぱり支援すべきだということが決まったらしくて、その決定事項まで書いてあります。困窮者に対しては家一軒につき一貫門の給付、給付金ということになるでしょうかね、あるいは被害の大きかった両石村という場所では、税金の免除ですね、半分ではあるんですけれども税金を免除したり、
さらに不思議なのが、なんか味噌をなんか支給するみたいな、書き方もあって、まあ、現物支給も含めて、なんとなくこう江戸時代の災害に関してはもう食らってしまったらもうそれで終わりなんじゃないかと思いがちなんですけども、やはりこういう形で藩の支援も含めてですね、あと多いのはやはり現地の代官が直接支援するみたいなことも多かったようです。小林さん、ありがとうございました。江戸時代の盛岡藩の地震津波による詳しい被害状況ですとか、藩による被害地域への救済措置ですとか、非常に詳しい情報を今回資料にこうして展示しております。次回は第2章、岩手山の噴火についてお届けいたします。